皆さん、こんばんは。おじさんでーす。今日は、明日、弟おじさんのとこに行くベータ君を最後に移しておきまーす。今日はですね、これを持って帰ったんで、これに移して明日、輸送します。セブンイレブンのコーヒーです。コーヒーカップ。これが一番瓶がいいんで、ただとりあえずまあ、ベータさん3匹ですね。まあ、来年用の制作するらしいです。今年は制作はベタちゃんですね。弟おじさん。来年は、これと向こうにいるあのメス、ベタ君の兄弟と配合してみるらしいです。どんな色が出るかなというので、まあ、来年にはまた、というかまあ、子供が生まれてるんで多分乗せると思うので、まあ皆さん、まあ、楽しみにしていてください。まあ、あっさり合わせを吐けばいいんですけどね。合わせを吐いてるから、弟おじさんが購入したんですけど、履いてねえよな。撮影用で借りてきたんですけど、アワスを履いてる風はありません。ベタ君の兄弟と兄弟をお嫁さんにする予定なんですけどね。あっちもそうなのかなという感じですけど、まあまあ元気に夫婦喧嘩をしてくださいということですけど、まあ、また、産卵シーンとかになったら、また動画の方を撮ります。結構あれになりますけど、あっちも、これと、後ろの尻尾が分かれたタイプの白いタイプ、動画でもちょっと載せましたが、あれと、これと、を、お嫁です。これとが、これとの卵、これとあとベタ君ですね。ベタ君ももう少し大きくなった卵を取ってみます。とりあえずおじさんのところを、おじさんのところにですね、おじさんがもらったのはいいんですけど、オスがいないんですよ。これ困ったことによく見たら。3匹いるかいないかいう世界でですね、なぜか数少ないオスをたまたまおじさんがもらって帰ったんですよね。だから本来は弟おじさんの動画のシーンにベタ君を釣る予定だったんですけど、たまたまうちに来ました。ということで。白い色が出てるんですが、にらめ合いこ始め出した。だれ、なんか今日はあんまりせんな、にらめ合いこ。とりあえず餌だけやろうか。ついでじゃん。とりあえず水替えの前に餌をやってみます。食べるかな。最後のお別れの餌です。さらば地球よですね。旅立つ船はじゃないですけど、電気もう一個用意すればよかったんですけども、おじさんも今仕事から帰ってきたばっかりなんですよ。実はだから何の準備も電池入れ替えとき、はめ入れとけばよかったんですけど、電気も入れる暇もなかって、そのままバタバタっとやったといった感じです。準備をしたといった感じなんで、まあすみません。どんな感じの子供が生まれるかは楽しみにしていてください。弟おじさんのところにベタ君の兄弟でいうか、まあお姉さんか妹になるのかわからない、いっぱい映ってると思うんですけど、あのどれかが結婚相手みたいです。これとあともう一つ、あの村左右、あのどういうんでしょう、ヒレが分かれたタイプのオスがいましたよね。あれがあの2匹と、あと2匹
という感じですね。ベタ君はまあ、小泉さんこっちにいるんで、この子という感じですかね。あっちはとりあえず、それとあと、もう一個が、白のハーフムーンのベタさんをですね、考えているんですけどね、ハーフムーンの真っ白いタイプのオスを掛け合わせてみようかなという話もあるんですけど、それか黒いタイプ。ちょっとそのあたりはまた、まあ、また、もしあれでしたらまた、そういうのが、おじさんたちを元に来たらまた動画の方に乗っけてみます。とりあえずまあ、ちょっとベタとかの、今から寒くなってくる時期になったらちょっと熱帯魚の動画が増えると思うんですけど、まあ、熱帯魚の好きな人は、まあ、楽しみにしていてください。とりあえずディスカスは今年やらずにベタさん、ベタをやってみます。ディスカスやってみようかなと思ったんですけど、とりあえずベタで。ああ、言っても綺麗ですよね、こう言ってみてベタ君も。ターコイズカラー綺麗だな思ってから感心するんで、いいかなーとかいう感じですね、もう。ちょっといろいろなの掛け合わせてみようかなー。まあ、強いですからね、丈夫ですからね、ベタは。ディスカス割とすぐ死ぬとき、ほんと死にますからね。水素合わなかったら、pH5 とか5以下ぐらいに合わせなかったら、スッと、あ、やった、色が黒くなった、あーって気づいたらいつの間にか横になってますよね。あー、死んだ。またか、いう感じだったんで。割と値段も高いですからね、ディスカス。まあ、そんなに高いの考えても、あれでも1万飛ぶような結構買ったもんな、前に。20年以上前に。うわ、死んだ、とかいう感じ。だから今回はちょっとベタさんやってみます。どんな感じのができるかいろいろと制作してみます。特に繁殖もディスカスとかと比べたら楽なんでやってみます。なんか元気やな今日。カメラをあっち行くのがわかるんかな。あ、ベタ君のにらめアクションかな。あ、今日はあんまり引かんな。あ、ていうかもう、あんまりベタ君が当てに、なんかしないな。この間すごかったけど、今日ヒレをあんまり立たさんな。あ、ヒレ立たし出した。2匹がにらみ合いという感じでもな、餌食うのが忙しいみたいですね、どうも。お腹空いてるんで。こっちはそうでもないですけど、もうベタ君の方はお腹空いてやれないみたいで、もうそれどころじゃないみたいですね。餌を食うのに。このベタ君のヒレの先が白いのがいいですね。あれが気に入りました。おじさんは。なんか今度こっち、今日、明日行くのが分かるのかな、朝から。いなくなるのが。なんか落ち着きがなくなってますね。結構水汚れてるな。よく見たら。サクってなんか飲んで食べてますね。食べてないのかなと思いきや食べてるご様子でございますね。やっぱりベタくんにらめなくちゃうんだな。だから慣れたんかな、なんか思ったより喧嘩す、思ったより睨み合わせんなこの間みたいな。この間結構ベタ君が怒り回しとったんだけど、今日はもうそれどころじゃないみたいですね、ご飯食べるので。見てるけど、この間みたいに言うことはないですね。この間はちょっと結構怒ってたんですけど、今日は、なんかそんな感じじゃないけど、お腹が空いとんかな。あ、やっと気づいた。ん？気づいた。あれ？床を染み出しましたね、これ。まあ、ベタ君喧嘩相手はチェリーバルブですからね、いつも喧嘩しますよ、にらめ合いこして。チェリーバルブじゃないから気にならないのかな。カンカンとかでたまに音がしますからね。チェリーバルブといつもにらめ合いこしとんで。こいつまたにらみおるいう顔してからよく言いますよ。チェリーバルブとかの動画はちょっとつい最近撮ってないんですけど、また撮ります。小魚たちも元気に相変わらず生きてますから。腹がやっぱシルバーだよ、これ。と
んな感じなんだろう。これ実はメスの方、オスの兄弟の答えがよくわからないんですよ。どういうタイプなのか。実はですね、買ったはいいが、よくわからない答えなんだ、あれ。まあ、そういう感じで、まあ、ご聴取ありがとうございました。チャンネル登録と、すいませんが、よろしくお願いします。